はい、じゃあ本日のテーマ待てをさせていきます。1番目ポイント、膝に乗ってきたらおやつはあげない、これをやってみてください。今、ジャック・ラッセルちゃんが膝の上に乗ってます。今お手をしながらおやつを待ってます。我慢しきれなくなって上に上がってきます、はい、でもそこで今おやつを食べちゃいました。すると上に乗るとおやつがもらえるよって、そういうふうに犬が勝手に思い込むので、ますます上に上がってくるようになります。もう興奮して大変です。2番目のポイント、上に来そうになったら、膝に来そうになったら手でブロックをする。はい、じゃあ次は、ブロックをしながらやっていきます。今ブロックしました。はい、首のあたりを軽く押してブロックしました。これは乗らないでよっていう意思をワンちゃんに伝えてます。はい、そして、あ、また乗ってきました。はい、下ろしました。こんな感じで乗ってきたら下ろす、乗ってきたら下ろすを繰り返してワンちゃんにやってあげてください。はい、今待てをしました。はい、座りました。今乗ってきました。はい、ここも今ちょっと下ろしますね。はい、ドリーちゃんも乗ってきました。はい、ここも下ろしますね。こんな感じで何回も乗ってきたら下ろしてあげてください。はい、下ろしてあげてください。そうするとワンちゃんはだんだん覚えていきますので、やってみてください。はい、だいぶ待てるようになりました。はい、だいぶ待てるようになってきてます。はい、お座りもできるようになりました。はい、今ブロックして後ろに下げてます。ワンちゃんの体を後ろに下げながら待てをさせてます。飼い主さんもだいぶ上手にできるようになってます。さっきの状態とはだいぶ変わってきました。もうあまり膝の上に乗らないようになってきているのが分かりますか。今ブロックしました。そうです、はい、はい、上手にお座りができて待てるようになりました。はい、ロリちゃん、ショートちゃん、ありがとうございます。